駒場の東大900番教室には1000人を超える学生が一人の男の到着を今や遅して待ち構えていた。彼らは反体制、反権力の急進的左翼学生、東大全教徒。敵地に単身やってきたのは三島由紀夫。日本を代表する若き文豪であり、右翼的天皇主義者として知られていた男だ。だから何か覚悟している眼差し。この千人を説得しようと思ってるんですよ。天才だと思いましたね。非常に鋭いことを言ってますね。スーパースター。一番輝いてた時じゃないかな。とにかく共産主義ってものを敵にすること決めたんです。三島にとっての天皇と、その難しさの中でだね、諸君は戦い、僕だって戦ってるんだ。あなたはだから日本人であるという限界を超えることはできなくなってしまうってことでしょう。できなくていいんだよ。左翼と右翼、まるで正反対の思想を持つ者たちの激論。後に伝説の討論といわれる地の戦いがここに始まろうとしていた。これは TBS のみが保管する50年前の貴重なフィルムと13人の当事者らの証言によって討論を現代によみがえらせようとするものである。1960年代後半、日本で戦争はまだ身近な存在だった。ベトナム戦争反対、さらには大学改革を訴える大学生の反乱が全国に広がっていた。各大学には新左翼のセクト主導ではなく、自立した闘争を求める全学共闘会議、全共闘が形成された。その学生らが展開した運動が全共闘運動である。学生たちは学費値上げ反対や大学施設の管理運営権などを主張しながら先鋭化、大学当局と対立していった。若者たちの反乱は反戦平和を訴える街頭闘争としても展開していた。東京は学生と機動隊による戦争状態だった。68年は政治の季節と呼ばれ、日本にも革命が起こるのではないかという期待と不安を人々は抱いていた。そんな状況に危惧の念を持ち、現場を偵察する男がいた。小説家三島由紀夫だ。1969年春、三島由紀夫は一本の電話を受け取った。相手は東大全教頭だった。前年に誕生した東大全学教頭会議は、大学の根本的変革を求めて過激な学園闘争を戦っていた。69年1月18日、安田講堂を占拠した全教頭に対して機動隊が出動。全教頭は瓦礫と火炎瓶でこれを迎え撃ったが、催涙弾と放水攻撃の前に敗北。安田講堂は陥落した。旧体制変革のためには
暴力も辞さない東大全教頭が保守反動三島由紀夫を討論に招きたいと、一体目的は何なのか。右翼対左翼、保守対革新、真っ向から主張の異なる2者が壇上で直接対決するという危険でスリリングな提案だった。三島が呼ばれたのは安田講堂のある本郷の東大ではなく、駒場にある東大教養学部の大講堂900番教室だった。入り口には近代ゴリラと三島を揶揄するポスターが貼り出され、飼育料100円と謳われていた。三島を論破して立ち往生させ舞台上で切腹させると全教頭が息巻いているという物騒な声も聞こえてきていた。三島も東大全教頭も見守る学生たちも討論が始まる前から異様な緊張に包まれていた。午後2時5分、討論の幕が開いた。